ドクさんどうもこんにちは。1月3日だけども2021年振り返ってみる動画拝見しました。ドクさんね、やっぱり私もね、結構ドクさんとは気が合うなというかね、境遇が似てるなっていうところがあって、まあ元々はもうお金もないしちょっとやばいなと感じているロスジェネ世代かなだったわけですよね。で、ノクさんは私よりちょっと年齢は上なんですけども、まあ、同世代ということでお話し続けさせてもらうと、やっぱりこれから何かしなければ自利品だなと私は思ってましたし、多分、まあ、派遣社員時代ノクさんも毎日忙しいながらも結構なね、不安を感じていたんではないかなと想像するんですよ。そのお忙しい中でいろんな情報や怪しい話がある中で体のエラーってのに手を伸ばして、でしばらくはね、あれやっちゃったかなと思ったけども、上場して大きく値段が膨らんでね、我が身に起きた奇跡を意識したと思うんですよ。まさにこれが神サプライズだったかなと思うんですけども、まあそれからね、今お話した神サプライズっていうのに出会って、私もびっくりしましたけどね、でもこういった体験ってなんか人にね、希望を与えるのかなと。まあ、妬まれるかもしれないんだけども、でも何かこう諦めずにやっていけばね、突破口が見つかることもあるよと。こともあるようですよね。諦めずにやったからといって、突破口が見つからないこともあるんですけどね。まあ、そういった、なんかせめぎ合いの中で、ノクさんはね、恋愛も今、順調にいってるみたいですし、で、確か私と共通してるのは、アイドルの応援が好きなんですよね。まあ可愛いアイドルちゃんを見るのも好きなんだけども、でもなんかこう応援してる自分も、あ、なんか誰かのために何かやってるなみたいな喜びがあるのかなと思うんですけども、いかがですかね。まあ何にしても昨年も動画をね、何本かやり取りする中で、ああノックさんわかるわみたいなね、そんなところが何点かあって、まあとっても共感をね感じたわけでございます。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。